お誕生日おめでとう、うららちゃん。本当はプレゼントも用意してあるけど、渡したら不幸になっちゃうかもしれない。だからお祝いの言葉だけ。おお、やったやった、ライスちゃんがおめでとうって言ってくれた。ライスちゃんからのおめ。 と恥ずかかしいかもこんなに喜んでくれてるなのにライスが臆病になっちゃダメだ勇気を出してプレゼントもえっとおめでとうはおしまいにして。 おめでとうももっと言ってほしいなもっともっともっとうららちゃん <laughs> うん、たくさん、たくさん言うねふっふっふ今日って何の日か知ってるははは、<laughs> もちろんわかるともズバリ、僕が初めて一人でお使いに行ったきさ 違う違う違うよそうじゃなくって私の何かの日なのえーっとうららさんが初めてレースで走った日ですかえそうだったのって違うよえー、っとだからねヒントはねなんてねサプライズさじれったい僕刺激的だったろ というわけで、そろそろ乾杯の歌と行こう。ハッピーバースデーうらら。良い一年を。ふふ、ちょっぴりドキドキしました。おめでとうございます。